巨人の正体を突き止めるのは調査兵団本来の任務でしょ。それには巨人の捕獲が絶対に必要なんだ。今回こそ。何度言えばわかる。捕獲作戦に兵を割くだけの余力はない。却下する。巨人です。平原より近づいてきます。総員警戒態勢。エルビン、行かせてもらうよ。待て、ハンジ。巨人のみんな、今会いに行くよ。分団長、一人では危険です。リヴァイ、追え。チッ、バカが。リヴァイ、お前はハンジを追え。本隊はここで兵站拠点の設置を続ける。あのクソメガネ、世話焼かせやがる。平地では立体機動装置は活かせない。できる限り戦闘を避けろ。分かった。馬があれば追いつかれない。行け。おとなしくしてろ。できる場所まで移動するぞ。俺の死にたくなきゃついてこい。了解です。分隊長、行きますよ。危険隊になってくれる子はいるかな。おとなく。あいつまたどこか行きやがった。邪魔だ。おとなしくしてろ。縁だ。苦戦してやがるのか。止めて相手して。物資を確保できたようだ。補給班、予定通り展開せよ。回収できん。おとなしくしてろ。おとなしくしてろ。おとなしくしてろ。手はするなよ。おとなしくしてろ。了解。おとなしくしてろ。どうしてバカ。相手して手はするなよ。アレトラ、その子を捕獲するんだ。倒したらダメだよ。テトラ、ルラの方へ釣り出す。俺の手を貸せ。倒していいんですよね。協力してくれよ。おとなしくして。行く。いい子を見つけなきゃ。今会いに行くよ。邪魔するなら取りでやる。面白い暮らしやがって。フォロー、殺したらダメだよ。捕獲して、手
災害にしろ。そんな危険を犯せると思ってんのか。手出しなよ。邪魔だな。わかりました。おとなしくしてろ。飛行士じゃないか。おたきされに出てきてくれたんだね。巨人のクソになりてえなら一人でやれ。了解。片付けるぞ。危なかった。ああ、殺しちゃった。貴重な被験体になったのに。黙れクソメガネ。部下を危険にさらすな。兵長、ハンジ分隊長、あの、あそこに。なんだ。34回目の腕章。壁外調査で死んだ兵士だね。名前はイルゼラングナ。この兵士の手帳か。見ろ、最後に遭遇した巨人に関するメモがある。意味のある言葉を発した。表情を変えた。私に敬意を示すような姿勢を取った。おそらく人類史上初めて私は巨人と意志を通わせた。彼女を殺した巨人は知性を持っていたってこと？これはイルゼラングナーの戦果だ。